にちは、マルタニアイナです。ポケットモンスタースカーレットダウンロードコンテンツゼロの日を番外編続きやっていこうと思います。前回はですね、ネモさんとあとペパーくんとね、ボタンさんがキビキビってなっちゃって、で今日はですね、こちらにいるなんかピンク色のこのね、ポケモンを倒していこうと思います。では早速ですが、話しかけていきますか。君は名前なんていうの、謎のポケモンに勝負を挑みますか。はい、挑みます。君の名前は？モモアロー。モモアローっていう名前なの？モモワロー。あ、そういうこと。モモワローっていうこと？そういう感じですか？よく見たらちょっと若干モモタロウ感あるな。なんだろう。かわいい気もするし。ガポー！え、どうしたの？ポンちゃん？え、今まで見たことない。なんかセリフが出てきた。どういうこと？因縁の相手なのか、もしかして。そうか、じゃあやってやろうじゃん、ポンちゃん。え、待って、何ポケモンかわからん。一旦でも剣の舞して、剣の舞をするから攻撃力上げといて、毒毒、なるほど。あれか、トモッコみたいな感じか。毒とプラス何かって感じ。毒クグツ、なんだそれ。混乱してるんだけど、どうしよっか。いやでもポンちゃんならきっと自力で回復できるような気がする。あ、でも混乱したからかわからんけど毒が消えたけど、なんで。あー、ポンちゃん自分に攻撃してみたい。邪毒の鎖。うわー、やばい、嘘でしょ。やばい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 、ポンちゃんピンチで泣きそう。ポンを心配させないと。自力で毒を回復した、オッケー。さっきもじゃあそれで回復してくれたのか。よっしゃ、ポンちゃんに回復の薬を渡して、で混乱も解ける。ナイス、いいよポンちゃん、頑張ろう。いや、まだそれ強いんてね、タイプ相性が悪い。何だろう。下コンボいっか。ポンちゃんの下コンボいけー。ナイス、半分以上削ったよ。効いてるってことは当選だ。あれ、けっぱれー。ありがとう、すぐりー。ガルダクミしてきたね。悪者ですね。特攻がぐんと上がってきた。ふー、持ちこたえられねえの、早く。すぐに頑張って。満タンの薬で回復させて、でその後にもう一回やりたい。邪毒の鎖もいいって。あー、うそ。そっか、さっき悪ダクミで特攻が上がったからか。一旦ブリジュラスを出して、元気の塊でポンちゃんを回復させて、ポンちゃんでね、最後仕留めたい。え、シャドーボール、何ポケモンなんだ。全然何ポケモンかわからないんだけれど、一旦ポンちゃんもう一回出して、下コンボで多分やれると思うんだけどな。シャドーボール出してくるでしょ。はい、大丈夫、耐える。テラスタで下コンボでいこう。なんか最初にセルフが出てきたところ見ると、きっと因縁の相手なんだろうな。ねえポンちゃん、一緒に倒そうね、この謎のポケモンを。何なんだろうこの子、本当によくわからないけど。ポンちゃん行こう、一緒に下コンボ。急須に当ててくれた、ナイスすぎる、ありがとう。いいよ、モモアローさんが。あいつ動きが鈍くなった。今だ、ボールに閉じ込めて。よっしゃ、閉じ込みを捕まえる。よっしゃ、モンスターボール、いけー。捕まえられるかな。よし、ナイス、モモアローを捕まえた。モモアロー、支配ポケモン、毒ゴーストタイプ、欲望と能力を引き出す。毒素の餅を食べさせて、食べた相手を鎖で操る。あ、鎖で操ってたのか。なるほどね。欲望と能力も引き出せるんだ。どうなったの？やったのか？みんなは？どうなったの？え？あ！よかったー！みんな元に戻ったー。あれ、みんなどうしただ？私なんでトモッコプラザに。いや、そうだよね、操られてるから覚えてないよね。やったね、みんな元に戻ってる。あやの、すぐり
商店らへんから記憶ねえけど、あのあとどうなった？餅を食べてね、操られてたんだよ。実はカクカクシカジカで、マジかよそうだよねあのキビキビのやつポケモンのせいだったのか。ほら見たことか、呪いとかありえんし。丸っこいのが黒幕だったでしょ、うちが言った通り。言ってたか。んで、そういうのをやっぱりあやのんが捕まえちまうんだよな。あはは、そうだよねそうです、捕まえちゃった。そういやネモは、え、ネモはどうなったの、大丈夫？キビキ選択肢にキビキビってある。キビキビ、え、キビキビ勝負。え、まだ呪われてるあれ、みんなどうしたの、リモコン見つかった？そっか、リモコンのところから記憶がないのかそこからかよ、なんだ、寝ぼけてただけか。うん、おはよう。おはようじゃないんだよ、大変だったよ。そういえば夢の中であやのと勝負しちゃった。なんかすごく楽しかった。ネモさんってなんか、これこそがザ・ネモなのです。あはは、すぐあやの姉ちゃん、じいちゃん、ばあちゃん、何の集まりこれ、あんた説明しなさい。というより、あれ変ね、なんか久々に顔見た気がするわ。あよかったね。一件落着だ。あー、よかった、なんかみんな幸せそう。数日後、準備はバッチリ、忘れ物はないかな。今日の夜はパルデアに戻ってんのか。大変な目にあったけど、すっげー楽しかったよな。キビキビのせいで腕と足が激筋肉痛なのよいや、激しく動いてたからね、特にボタンちゃんはね。いや、帰っちゃうのか、寂しいな。あんたたち、ゼイユとスグリ、もっといればいいのに、本当に帰っちゃうの？また来るよ。うん、絶対だからね。あやの、ペパ、ボタン、ネモ、4人とも来てくれてありがとうな。あ、くんづけさんづけがなくなってるこちらこそ案内ありがとな。飯もうますぎちゃんだったぜ。お祭り超楽しかった。ブイブイおめえも変えたし。あ、お祭りも行ってきたんだ。いえ、喜んでくれて嬉しい。なんかさ、楽しい時間ってあっという間だよね。すぐりともゼイユとももっと勝負できたらよかったな。すぐも私もすぐもあんたに10回以上付き合わされたわよ。そうなのネモ被害者の会、ここに誕生。来てくれたのがみんなでよかった。悩んでたけど、俺ブルーベリー学園でもう一度頑張ってみようと思った。きっと大丈夫だよ、あやのん。うん、よかった。あー、バカンスも終わりか。それじゃあ、そろそろ私も学園に戻るとするわ。姉ちゃんありがとう。なんかよ、スグリもゼイユもみんな会えてよかったよな。スグリ、最初俺感じ悪くてごめんな。え、そうだっけ、そうは思わなかったけど。全然いいわよ、私が許してあげる。おうゼイユも大概あれだよね、それについてはごめんな。はぁ、何ですってあんたたちどういう意味よ幸せそうでよかった。キビキビパニック、終わり。オレンジアカデミーに帰ってきた。ということで、番外編は終わったって感じなのかな。でもなんか、スグリーもね、ゼイユもみんな幸せそうでよかった。なんかね、全体を通してすごいなんかちょっとシリアスな場面がね、ゼロの方は多かったんですけれども、なんか最後はみんな和気あいあいとしてて、すごいハッピーエンドで終わってよかったなってめちゃめちゃ思います。またね、多分ブルーベリー学園に戻ったら、スグリとかゼイユとかにも会えるようになってるかもしれないので、ちょっとそれも楽しみにしていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。またいてね、バイバーイ。